驚愕。平野翔の秘密、兄弟の才能が明らかに。衝撃の告白。平野翔の妹、カノンちゃんの正体が明らかにまず、平野翔くんの兄弟は二人います。一人は弟の平野陸くんで、もう一人は妹さんのカノンちゃんです。陸くんはアーティストとしても活動しており。 自身のブランドであるルコリッキーの代表も務めています。リク君は翔君よりも2つ年下で、1999年3月1日に生まれました。彼は翔君の影響を受けており、2004年頃にはダンススクールに入り始めました。2005年にはショー、翔リッキーというユニットを結成し、様々なダンスコンテストに参加し、 数多くの入賞歴を持っていました。リク君は地元の名古屋では有名なキッズダンサーでしたが、中学卒業後は一時的に活動を休止し、普通の生活を経験することを選びました。しかし、高校卒業後にはアパレル会社とアーティストの両方の道を選び、CD のリリースや YouTube 活動、ライブやファンミーティングなど、パワフルに活動しています。また、 地方で期間限定のブランドショップを開いたりもしています。2023年12月には本格的にメジャーデビューを果たし、地元のテレビやラジオでプロモーション活動を展開し、CD の販売も始まりました。私は彼の期間限定ショップを訪れたことがありますが、りくんも翔くんと同様に顔が小さく、小柄で優しそうな男の子だと感じました。 翔くんの妹については、公式の発表はありませんが、SNS の情報によれば、2020年生まれと言われています。彼女は陸くんのアパレルブランドでキッズモデルを務めたり、彼の TikTok にも出演しています。顔は隠されていますが、翔くんや陸くんの妹なので、おそらく可愛らしい容姿をしていることでしょう。平野翔くんの兄弟には、 それぞれ個性豊かな活動があり、彼らの才能や努力によって注目を集めています。今後も彼らがさらに成長し、様々な分野で活躍していくことが期待されます。彼らの活動に注目して、これからの彼らの成長を見守っていきましょう。以上の情報をもとに、平野翔君の兄弟についての新しい記事をお届けしました。 彼らのプロフィールや活動について詳しく紹介しましたが、さらに詳細や最新の情報を知りたい方は、公式の情報源やインターネット上の様々な情報を参考にしてみてください。最後に、平野翔く君と彼の兄弟の個々の才能や平野翔く君の兄弟についての具体的な情報はこうには提供されていないため、 現時点では詳細なプロフィールや活動についてはわかりません。平野翔くんには実際に兄弟がいるという情報はありませんが、もし彼に兄弟がいる場合でも、彼らのプライバシーを尊重する必要があります。ファンやメディアは、アーティストやその家族のプライバシーを侵害しないようにすることが重要です。平野陸くんはアーティストとして活動しており、 自身のブランドであるルコリッキーの代表も務めています。リク君はダンスの経験があり、ダンスコンテストで入賞した経歴も持っています。また、アパレル会社とアーティストの両方の道を選び、CD のリリースや YouTube 活動、ライブなどを行っています。一方、平野翔君の妹であるかのんちゃんについては、公式の情報が限られており、 具体的な活動についてはわかりません。彼女は陸くんのアパレルブランドでキッズモデルを務めたり、彼の TikTok に出演したりしているという情報があります。もし最新の情報を知りたい場合は、公式の情報源やインターネット上のニュースやソーシャルメディアをチェックすることをお勧めします。また、平野翔くんや彼の兄弟の活動についての具体的な情報は、 彼ら自身が発信する公式の情報源が最も信頼性があります。